はいどうも皆さんこんにちは、スターリーの河野玄斗です。今回はですね、公認会計士担当式試験の合格発表見ていこうと思います。イエイ。以前の動画でですね、自己採点の結果を発表したんですけど、その自己採点によるとおそらく受かってるんじゃないかなとは思いますが、ちょっと不安なので早速見ていこうと思います。公認会計士監査審査会出てますね。ここかな、合格発表などについて。おお、合格者の受験番号、関東財務局かな。あ、もうちょっと待って、早い。よし、緊張するな。結構番号出てましたね。ちょっと受験番号は論文式試験の時も同じものを使うっぽくて、今公表できないのでね、自分一人で見ていきたいと思います。あるかな。ありました。よかった。いやー、ほっとしましたね。いや、なんだかんだ緊張すんな。今回の試験は、9870人が答案提出してて、欠席者3000人もいるのか、合格者が780人。これ結構少ない、780÷9870 だから7.9%。 合格率 7.9%、 これめちゃめちゃ低くない？確かこれ過去10年で一番合格率低いっすね。いや、だって 7.9% ってほぼ消費税の国税 7.8% と一緒だからね。いや、かなり厳しい戦いでしたね。しかも今回ボーダー合格点が 73% 以上、例年 70% で受かるんですけど、今回高いな。だから多分最近の受験者数爆増してるんですよ。めちゃめちゃ増えてて、今どんどん人気になってて、なのに合格者数があんまり増えてないので、それが軟化傾向、合格率の低さに直結してるんじゃないかなと思います。では続いて総合得点比率、これで僕の順位とかが分かるのかな。得点階層分布表で累計と割合か。僕は、点数が 82.6% だったので、この 83% と 82% の間だね。おー、 82%、 0.77%、 上位 0.77% 以内ですね。 0.53 から 0.77 以内で、人数で言うと99位以内ということで、ギリギリ2桁順位だから、合格率が 7.9% で上位ね 0.77% なので、比較的余裕を持って合格できたということで、いやーよかった。いやー結構頑張ったんでね、一安心です。ということで、今回公認会計士の担当式試験の結果発表をね見たわけなんですけど、いやよかったです。ただ論文式試験のね、まだ通過点でしかないので、引き続きまた勉強配信なども通してみんなと一緒に頑張っていけたらなと思います。ぜひね、一緒に頑張ってくれる方はチャンネル登録高評価、そしてね、こういう動画撮ってほしいよっていうのもね、ぜひコメントでくれると嬉しいです。通知も忘れずに。ってことで、また次回の動画でお会いしましょう。